イーサフィオルズールの位置イーサフィオルズールの眺めイーサフィオルズールはアイスランドの自治体西部フィオルドの行政中心地基礎自治体イーサフィオルズールの中心であり近郊の自治体フラトエリスーズルエリシンクエリが含まれる人口およそ4000人面積270平方キロメートルサスの上に位置するスクトゥルスフィオルズールフィオルドがさらに大きな イーサフィオルド・ユープ・フィオルドの水面と合流する場所にある。町は道路で北西1 5トルの町ボルンガルビークとつながり、東の小さな町スーザビークとつながっている。さらに1996年にはアイスランド最長の西部フィオルドトンネルが完成し、南の自治体である小さな町フラトエリとスーズルエリへつながった。イーサフィオルズールには首都 レイキャビークとの定期便が就航しているイーサフィオルズール空港もある。漁業が主要産業であり、町はアイスランド有数の漁場である。1980年代初頭の政治的な漁業制限や自然条件など多くの原因のため漁業は衰退し、仕事を求めた住民たちが町を出て行き人口が減少した。港は 観光客を乗せた大型クルーズ船が寄港するのと同様に地元住民の利用するフェリーがやってくる。そのわずかな人口や国内で歴史的に孤立してきたにもかかわらず、イーサフィオルズールには病院も音楽学校もあり、街はむしろ都会的な環境を備えている。歴史的建造物である旧病院ビルは今、図書館と展示場を備えた文化センターとして、 利用されている。最近、小さな町は、国内で、オルタナティブ音楽の中心として知られている。毎年開かれる、音楽祭、アルドレ・ f r レ・ g サウザーが、アイスランド国内外のバンド同様地元ミュージシャンを、受け入れて行われている。2005年3月に開設された大学センター、ハスカラセッターベスト・フヤーサは、西フィヨルド地方の7000人の住民が、 遠距離で学ぶ場所となっている。街並み古いアイスランドの写本、ランドナーマボークによると、スクトゥルスフィヨルズールは、ヘルギフロールフソンが9世紀に、初めて定住した。16世紀、町は、外国商人の商業基地となった。同時代に、西フィヨルド地方は、魔女裁判が普通に行われており、多くの人々が、現在国立自然保護区となっている近くの、 ホルンストランディル半島へ追放された。イーサフィオルズールが自治体の地位を授けられたのは1786年である。地元の民族博物館には1734年に建てられたアイスランド最古の住宅がある。古いアイスランドのマルタ作りの住宅の膨大なコレクションはかつてこの地域にあったものである。住宅はほとんどが 外国商人によって18世紀後期に作られたものである。1742年に完成した住宅チョルアス、クレーンブース、ターネスは現在海洋博物館が所蔵している。2002年、基礎自治体イーサフィオルズール出身のミュージシャン、ムーギーソンが最初のアルドレ FRAG サウザー音楽祭をイーサフィオルズールの音楽家を支援する趣旨で組織した。 音楽祭は国内外の観客を集めて成功し、毎年4月半ばに開催されるようになった。アルドレ・フ・アール・エ・ジ・サウザーとは、アイスランドの国民的歌手ブッビ・モルテンスの同盟の曲にちなむ。レイキャビー区外で文化行事を作り上げるという若いアイスランド人の活動への当てつけのようになり、田舎でのアイスランド人のルーツに関心を引きつけた。音楽祭の副題は、 ラカティス・アルシー・サナーである、サファネーバファーホームページ、ありがとうございます。